出発します。このまま行けばニア草原に着くはずよ。私は一度国に帰って起きたことを伝えるわ。青き風が共にありますように。さまざまな種族が暮らす世界、人々は穏やかな地で日々の生活をし、まだ見ぬ秘境は新たな出会いと危険に満ちています。冒険者たちはその生き様を語り継がれるでしょう。しかし冒険には危険がつきまといます。それでも恐れることなく壮大な冒険の旅へ出発しましょう。その一歩が物語の始まりとなるのです。
Thank you.
向こうに行ってみましょう。